ネルソン・エボラは、ポルトガルの男子陸上競技選手。2008年北京オリンピックの金メダリストである。エボラの家族が、リスボン近郊のオジベラスに住んでいた時、会下に、元層高飛びのポルトガル記録保持者のジョアン・ガンソが、住んでいた。エボラは、ガンソの息子と友達であった。ある日、ガンソは息子たちが通りで遊んでいるのを見て、エボラに陸上を始めないかと誘った。 エボラは陸上選手となった。エボラは2004年アテネオリンピックの3段飛べに出場したが、15メートル72で競技を行った47人中40位に終わっている。しかし、2年後のヨーロッパ選手権では3段飛べで4位、総幅飛びで6位と入賞を果たした。この大会、3段飛べの予選では17平方メートル、3のポルトガル新記録もマークした。 翌2007年にはさらに力をつけ、大阪で行われた世界選手権では自己ベスト、ポルトガル新記録、シーズン世界2位の17メートル74をマークし、ついに世界チャンピオンに輝いた。さらに2008年には、北京オリンピックに出場、3回目の跳躍を終わった段階で、イギリスのフィリップス移動、バハマのリーバン・サンズにリードされていたが、 4回目 27m67 を飛び逆転。最後は移動5センチメートル抑え金メダルを獲得し、ポルトガルに陸上競技のフィールド種目では初めての金メダルをもたらした。エボラはコートジボワール出身で両親がカーボベルデ人である。エボラが5歳の時、ポルトガルに移住したが、2002年にポルトガルの国籍を取得するまではカーボベルデ代表として、 国際大会に出場していた。エボラは現在でも、総幅飛びと三段飛べのカーボベルで記録を持っている。ありがとうございます。